ました。いらっしゃいませ。あれ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 ポルカの店とちゃうんかったか、ここ。いらっしゃいませ。あんたがここに来ると思って待ってたんじゃよ。ここはポルカの店やと思ってたんだけどね。猫を送るね。まあ、猫連れてくるならここかなと思って待ってた。ここ、ね、猫猫怒ったよ、怒ったよ。よく分かってんな。にゃんにゃん。あ、分かった。そっち行っちゃった。ベッドにご興味ないかな。ベッドにあんまご興味ない。翻弄される社長、副社長。上に、あ、でもなんか、なんかここ気に入ってんの、なんで。またここ来ちゃったけど、スイカが好きなの？何なの君。おお、あれなんかねえ、懐いてるの絶対ブレアじゃん。あれブレアの方に懐いてるよ。あ、寝てる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 、ベッドで寝てるよ。上のベッドで。かわいいね、かわいいね。ベッドから落ちそうだけど。上のベッドじゃねえんだよ、下に落ちたのに。何落ちてるんだよ。寝とるよ。おかしいおかしいおかしい。ゴロゴロ。やばいやばいや。忘れすぎてる。かわいいね、猫かわいいね。おい。あれ、もう一回寝たらなかなか起き上がらない猫なんだから。おかしいよな、なんでそんな古いのついてんだよ。ほら、お昼寝終わったんか。スルッと上に上がってっちゃったからね。びっくりしたな。にゃーんじゃないんだよ、にゃーんじゃない。ダメなんか。思考が停止している。あれ、まあれ、なんか作業してたら、あっち行きな。出てくるやろ。もうダメだ、寝ちゃったベッドで。嘘だろ。やばいな、猫に翻弄されて作業が進まないまでこれ。ダメだ、寝かかで笑っちまう、こいつ。マルカ、他のことにも興味津々になっちゃうから、しょうがない。寝るわ。あれ、あ、嘘だろ。あ、猫寝てるんだよ、ポルカの上で。猫も来たわ。明日、ね、明日になったら中持ってきてくれるよ、多分。そうなん、いびきうるさ。めっちゃ猫のいびきうるさ。ドゥルル。猫寝てんのか、こいつ。すごいエンジンが吹かされてるんだね。すごいこれ。めっちゃうるさいけど。なんか私がもらった。え、な、何もらった？糸。だーっての糸はあなた。よーこの糸は私って猫が言ってる。いつ持ってきたんだよ。一緒に寝て一緒に起きたやん。いつ持ってくる暇ある。じゃあそれ、あの猫の足とか持ってくるときめっちゃ不穏だから、ね、ヒラカンチェスト。気になりすぎじゃね。もうそんなに気になるんだったらな、リードを持ってきなさい。よし、じゃあ今日の仕事始めましょう。ちゃんと寝か座らせていかないと行方不明になるよ。大丈夫で、ついに来るもん、あいつ信じてるから。本当に大丈夫？大丈夫、大丈夫。